久江山本は日系アメリカ人作家。とりわけ、日系一世の親と二世の子の断絶、日系アメリカ人女性の苦難、日系人の強制収容、人種差別問題などをテーマとする短編小説集、久江山本作品集、17文字他18編で知られる。本書書集のヨネコの地震は1952年度のアメリカ短編ウエストに選ばれた。 さらに1986年に、イシマイル・リードが創設した、ビフォア・コロンブス・ファウンデーションのアメリカン・ブック・アワードを受賞した。久江山本は、1921年8月23日、南カリフォルニアのレドンドビーチに生まれた。熊本県出身の両親は、日系人コミュニティに暮らしながら、トマトやイチゴの栽培に従事していた。当時、日系人は、 すでに1790年の帰化法で帰化は自由な白人のみに許されると規定されていたため市民権獲得資格がなかったばかりかさらに1913年のカリフォルニア州外国人土地法により市民権獲得資格のない外国人の土地所有及び3年以上の賃借が禁止されたため白人の土地を数年借りて農地から農地へと転々とする生活を繰り返していたのである 実際、1920年代の終わりには、南カリフォルニアの農業生産のうち、イチゴ栽培の約94%が日系人移民によるものであった。イチゴの収穫をする日系家族山本には、兄弟が3年あり、母は1939年9月1日、山本が18歳の時に死去した。日系人コミュニティに育った山本の 第一言語は日本語であり、日常的に日本の昔話や新話、童話に親しむと同時に、日本人学校では、教師がグリム童話やアンデルセン童話などの西洋の物語を朗読する時間を楽しみにしていたという。山本はすでに10代の頃から執筆活動をはじめ、ラフ新報や歌集毎日の英語欄に投稿し、やがてナポレオンの最後の抵抗や、 スモールトークなどのコラムを担当するようになった。1937年、コンプトンジュニアカレッジに入学し、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ラテン語を専攻した。建設中のポストン戦争強制収容センター1941年12月の日本軍の真珠湾攻撃の後、1942年2月19日、ルーズベルト大統領が発令した。 大統領令9066号により、日系人の強制立ちの期が始まり、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に住む約12万人の日系人が内陸部の銃の収容所に送られた。この時、アメリカ政府はドイツ系やイタリア系の住民に対しては同じような措置を取らなかったことから、これが戦争の成り行きというより根強い人種偏見から出ていたことは、 1942年の初めの何ヶ月間で明らかだったとされる。ポストン戦争強制収容センターで働く女性たち、山本は1942年20歳の時に他の日系人の家族と共にアリゾナ州のポストン戦争強制収容センターに収容され、ここで3年間暮らすことになった。この間、弟は、 コロラド州のサトウキビ畑での労働を課せられた後、第442連隊戦闘団に志願し、イタリアで19歳で戦死した。第442連隊戦闘団は、母国であるアメリカへの忠誠を証明するために、収容所において、日系ニセイラにより編成された部隊であった。この時山本は、他の二人の兄弟と共に、マサチューセッツ州に滞在していた。 市民権のある二世紀の場合は、煩雑な申請手続きにより、アメリカへの忠誠心が認められると、就学や就職のために収容所を出ることが可能だったからである。だが、悲観にくれた父に懇願され、再び収容所に戻ることになった。山本は、こうした経験を通して、人種偏見がどのような事態につながり得るかを考えるようになったという。この間も、 山本は収容所で、作家、劇作家の若子山内らと共に、ポストンクロニクル詩を発行し、執筆活動を続けていた。1945年、収容所から戻った山本は、アフリカ系アメリカ人週刊誌、ロサンゼルストリビューンに採用され、ここで3年間、記者として働くことになった。ロサンゼルスは、日系人の立ち退きの後、南部から来た。 アフリカ系アメリカ人が住むようになり、山本はロサンゼルストリビューンが日系人を採用したのは、収容所から戻ってきた日系人とアフリカ系アメリカ人の共存に配慮したのだろうと語っている。ロサンゼルストリビューンでの経験をもとに描いた短編が、フォンタナの火事である。語り手の記者は、ある人種偏見の憎しみによる犯罪を契機に人種差別問題をめぐる社会的 個人的な責任のあり方に苦悩して新聞社を辞めることになるが、人種差別を社会問題としてのみならず内政的に考察し、人種差別を受ける黒人の側に立って怒りを覚えると同時に、人種差別という不正に対して何もできない事故に対する激しい焦燥感を表現している点が他の作品にも通じる山本の特徴である。この間、1948年に投稿した 短編、ハイヒール、回想が、初めて共産党系の文芸雑誌、パーティザンデビューに掲載され、翌年にはさらに、17文字が掲載された。山本の代表作が書かれたのはこの頃で、翌1950年には、ミス・笹川原伝説、ウィルシャー通りのバス、1951年には、茶色の家、ヨネコの地震が発表され、ヨネコの地震は1952年度の、 アメリカ短編ベストに選ばれた。これらの作品は現在でもアンソロジーや教科書に採録されている。一方、ニューヨーク市のカトリックワーカー運動のコミュニティが発行する新聞、カトリックワーカーを定期購読していた山本は、1950年代中頃にスタテンアイランドのカトリックワーカー農場でボランティアとして働き、以後、この運動の非暴力、 絶対的平和主義の理念に惹かれて、養子のポールと共に、コミュニティでの生活を続け、ポールは、ドロシーデーの孫たちと共に育った。こうした活動から、山本はしばしば、カトリックかという質問を受けるが、特に宗派はない。両親は、仏教徒だったと話している。また、後に、カトリックになったポールがよく、私はカトリック、母は、ワーカーと言っていたように、 鳥やウサギに餌をやったり、他にやる人がいない時には、食事を作ったり、食器棚を掃除したり、衣類を片付けたりしながら、カトリックワーカーの記事を書いていた。さらに、イエスは神の子だと思うし、政府は小さい方がよく、小集団の相互合意に基づく政府が民主主義の理想的なあり方だと考えるので、私はキリスト教アナキストを自称していると話している。 このコミュニティでアンソニー・デ・ソートに出会い、1955年に結婚、ロサンゼルスに戻り、4子を設けた。1950年代に、ジョン・ヘイ・ホイットニー財団のオポチュニティ・フェローシップなどの奨学金を受け、1986年にイシュマエル・リードが創設したビフォア・コロンブス・ファウンデーションのアメリカン・ブック・アワードを受賞した。1991年、戦時中、 山本と同じポーストン戦争強制収容センターに収容された日系2世の映画監督エミコ大森が17文字とヨネコの自信に基づいて映画夏の熱風を制作 TB シリーズ番組アメリカンプレイハウスで放映された久江山本作品集ペーパーバック版の表紙にこの映画の一場面の写真が掲載されている 被災山本作品集の原著を編集し、序文とインタビューを担当した、カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授のキンコックちゃんは、第二次大戦後の反日感情が依然として、はびこっていたアメリカで高く評価された、最初の日系アメリカ人作家の一人と評している。初集作品、ハイヒール、階層、十七文字、ミス・笹川原伝説、ウィルシャー通りのバス、茶色の家、 ヨネコの地震、朝の雨、祝婚家、ラスベガスのチャーリー、油田地帯での生活、海藻、エスキモー人との出会い、お父さんなら、ムハマットアリを倒せる、地界に住むご婦人、リートル東京での1日、読み書き、死が、ポストン行きの列車に乗って、ユーカリの木、フォンタナの火事、フィレンツェの庭原著書版は1988年、出版。この後、 1998年にラトガース大学出版局から読み書きを含む審判2001年には同出版局から他の4編を含む改訂造補版が出版された2001年版の翻訳出版は山本が亡くなる3年前の2008年であるが1985年に桐原書店から出版されたセブンティーンシラブルズセブンティーンシラブルズ 被災山本短編集には、上記の作品のうち5編が収められている。本書は、山本の5人の子供、ポール、希望、ゆき、ロッキー、ギルバートに検定されている。ハイヒール、階層語り手及び他の女性が受けた、様々な性的嫌がらせを描き、女性が置かれている状況の一端を伺わせる。17文字語り手である農場の2世の老人は、両親に隠れて、 メキシコ系の季節労働者の少年閉札と付き合い、一世の両親に対して後ろめたい気持ちを抱いている。一方、一世の母、林夫人は俳句を作るのが好きで、創造的な才能がありながら、家事と育児、農作業に追われている。俳句は二世の娘に理解されず、娘は理解したようなふりをしている。俳句がサンフランシスコの日経新聞で受賞しても、 景品としてもらった広重の絵を嫉妬に駆られた夫が額ごと叩き割って燃やしてしまう。この作品は一世と二世の間に横たわる言葉の断絶がモチーフの一つであり、同時にまた自己の才能を活かすことのできない当時の女性の悲しみが描かれている。物語の最後で林夫人は老人にお願いだからあなたは結婚しないと約束してと鋭く叫ぶ。 山本はインタビューで、これは私の母の物語であると語っている。ミス・笹川ら伝説収容所時代のエピソードとして、主人公である武闘の専門家である未婚の日系人女性とその父親の理解し合いない悲劇が描かれている。山本はこの作品のテーマについて、娘と父との意識のレベルのずれ。だから、絶対に互いが理解できない、まさに一世と二世の断絶を、 象徴的に感じさせると語っている。ウィルシャー通りのバスは会日系2世の主人公エステルが第二次大戦後のロサンゼルスのバスの中で経験した重大な罪の意識について描いている。エステルは乗り合わせた中国系と思われる老夫婦に同じアジア系としての親しみを覚えて微笑みかけるが、この時酔って大声を上げていた白人男性が夫婦に絡み、 中国に帰れ、クーリーのように田んぼで働いたらいいんだと叫び、周囲に同意を求める。エステルは老夫婦を気の毒に思いながらも、窓の外を眺め、見て見ぬふりをしてしまう。そしてそのような自分の態度に、後ろめたさを感じたとき、ある記憶が戻ってくる。収容所からロサンゼルスに戻ったばかりの頃、電車を待っている、アジア系の老人に、同じように微笑みかけたが、老人は、 私は、韓国人ですと書かれたバッジをつけていて、裏切られたような気がして、怒りと悲しみを覚えたことがあった。戦時中、日系人が、適正外国人として収容所に入れられると、中国系や朝鮮系の人々は、日系人だと思われないようにこのようなバッジをつけて、外を歩いていたのである。白人有意社会の周辺に追いやられた。 アジア系の間にも越えられない溝があることを示唆している。茶色の家、中国系が経営する、賭博場に通う、日系一世の父親の黒人差別。この黒人を助けた妻に対する暴力を描く。一方で、こうした人種差別や女性の抑圧が、アメリカ政府の帰化法やカリフォルニア州、外国人土地法により、経済的基盤を失い、ギャンブルに溺れてゆく。 日系一世の男性の精神のすさみ寄るものであることが示唆される。ラスベガスのチャーリーでも同じような状況で不安定で進んだ生活を送っている日系一世の男性が描かれている。ヨネコの地震日系二世のヨネコはフィリピン系の農場を労働者のマーポに夢中になっているが一世の父はマーポに無別的な態度をとる。物語の最後ではヨネコの母が マーポと何らかの関係があったことが示唆される。山本は、当時、日系社会には偉人種に対する偏見があり、実際、一度、父に白人とは結婚しないようにと言われたことがあると、語っている。フォンタナの家事アフリカ系アメリカ人新聞社の記者として、採用された語り手は、黒人に対する差別の根深さを知ると同時に、同僚の黒人たちの議論もまた固定観念に基づく、 造王に満ちたものであることに気づく。ある日、白人地区のフォンタナに引っ越した黒人ショート氏が、脅迫や嫌がらせを受けたとして新聞社に駆け込んでくる。ここでも、また同僚らは白人に対する憎しみをあらわにするが、語り手は、ー都氏を助けた白人司祭がいることに触れ、このような固定観念に抗議する。その後、ショー都氏は、火事で死亡し、白人による放火であると疑われた。 語り手は自分が記者として小都市に対する差別を急断する記事を書かなかったことがこのような結果につながったのではないかと罪悪感を覚え苦悩の挙句新聞社を去っていく。ありがとうございます。